んこんにちは。今日の天気予報を始めます。キャーじゃーん、ゼッチって何ということについて見ていきたいと思います。イエーイ。はい、ということでですね、はい、家庭猫くん、ゼッチって何でしょう。はい、ニヤニヤ言っててよくわかんないです。はい、ということでですね、ゼッチ最近ですね、光熱費爆上がりしてますね。ということでですね、はい、ゼッチっていうのは簡単に言うとですね、まあ省エネできるような住宅ということなんですね。省エネ住宅っていうところなんですけれども、まあいろんなね、細かいね、規定なんかもね、ちょっとあったりします。まあそんな細かくないんですけどね。ということについて、あ、なんとね、ゼッチにすると補助金ももらえちゃうんですよ、というようなことがあるので、今日はね、そのね、今からね、これもうだいぶなんじゃないのかと私踏んでいるね、ゼッチについて解説したいと思います。はい、ということで、はい、ゼッチ何かというとですね、これね、ネットゼロエネルギーハウスの頭文字取ってんですね。はい、ネットゼロ、ゼロのゼロですね、エネルギーハウスということで、ゼッチっていうことなんですね。はい、でこれ何かというと、まあネットゼロですよ。エネルギーがネットゼロということで、エネルギーがかからないっていうことなんです。はい、もう簡単に超概念言うと、これ使うエネルギーイコールプラス、イコール省エネと作るエネルギーで、まあ、相殺するよね、つまりネットゼロだよね、というような住宅になってます。はい、年間を通してですけどね、あの瞬間瞬間ではちょっとあれですよ、使うエネルギー、作るエネルギーの方が多くて売電する時もありますし、使うエネルギーの方が多い時間もありますけど、年間通して、使用キロワットアワーっていうのが、まあ、使うエネルギーよりも、まあ、作るとか省エネした方が多いよっていうようなものになるんですね。はい、でこれポイントなのが、あのただ太陽光を乗せて省エネしなくていいってわけじゃない、省エネもしなきゃいけない、そしてエネルギーを作る太陽光を乗せるっていうことも必要になってくるよっていうのがあります。まあ、あの今日はやりませんけど、ゼッチの種類っていうのがあって、実はでもうちってなんか超都心部で土地も狭いし、太陽光全然乗せられないんだよみたいなとことがあります。あとはうち寒冷地で雪も多いしとか、天気悪いし、そういうことも確かにあります。なんでね、まあ、作るエネルギーの方はちょっと緩和されることもあるんですけど、基本的な概念、今日はゼッチの基本的な概念なので、まあこういうものだよっていうとこですね。はい、で、これね、省エネが、まあ、20% ぐらいは省エネしてくださいと。まあ、20% 以上ね。で、あとはエネルギー作るので、使うエネルギーを補ってくださいというようなね、まあ、そんな住宅なんです。ゼロですよ。ネットゼロ。エネルギーを使う分全部賄えちゃうんですよ。ということは、今この光熱費高い時代ですね、非常にね、助かりますよね、家計的に。で、ゼッチにしてですね、一番良かったという声。圧倒的に光熱費です。光熱費が安くなった。もうそのような声がね、圧倒的に。これね、ゼッチのね、この補助金事業っていうのがあるんです。まあ、ゼッチにするとね、補助金もらえるっていうメリットがあるんですよ。これ国からもらえます。1棟あたり55万円というところです。で、ゼッチをさらにレベルアップさせて、ゼッチプラスとかっていうのあるんですけど、そうするともっと補助金もらえたりしますけれども、まあ、その、ゼッチ補助金を使った人にね、あの、アンケートっていうのをやっぱ取ってるんですよ。定期的に。で、ゼッチ補助金使った人っていうのは、まあ、アンケート答えてくださいね、といったね。まあ、そういったものがありまして、そのアンケート結果っていうのが出てます。で、そこにはやっぱ圧倒的に光熱費が安いっていうのが第一位でランクインしてるゼッチのメリットです。あとはですね、快適だとか、まあ、いろいろあります。夏暑いのを感じない、冬の寒さを感じないとかね、いろいろあるんですけど、まあそういうようなね、快適に過ごせるし、光熱費も安くなっちゃう、そんなお家なんですね。気になってきたでしょ、気になってきたでしょ、なーちゃんもゼッチ建てたいもん、気になってきたでしょ。じゃあどうやったらゼッチ認定もらえるの、ゼッチの補助金もらえるの、どうやったらゼッチに住めるのということで、細かい条件あるんで、それ今日は見ていきたいと思います。はい、まあ4つというか、まあ3つなんですけどね。はい、あります。はい、じゃあ見ていきます。はい、その1、じゃじゃん、強化外費基準というものがあります。はい、これなんぞやというところなんですけれども、外費ですよ。外費を強くしてねということになってます。つまり、これね、ゼッチ、省エネするためにはっていうのを考えてください。お家の中でどの電気一番食いますか？エアコン、その通りです。今聞こえてきた、皆さんから聞こえてきた。はい、エアコンです。じゃあエアコンそんな使わないためにはどうするか。我慢するとかじゃないですよ。はい。そうです。断熱性能を上げればいいんですよ。
エアコンをつけて、このね、例えば夏想像してください。窓の光とかがガンガン入ってきて、それが暑いとエアコンガンガンやんなきゃいけないんですね。で、壁に断熱材を使ったりすると外から暑いのモワモワと入ってきます。冬も想像してください。窓際にいると寒いことありませんか？はい、窓がですね、窓枠がですね、これアルミ製だったりすると熱ガンガン通すんですね。だから寒い空気入ってきたりとかね。ガラスも今ね、一層のやつないです。大体もうペアガラスになってますけれども、まあそれも当然3層の方がいいとかね。そうするとね、熱の出入りが少ないんですよ。で、あと壁。窓が一番ね、大きいです、熱の出入り。であと壁も断熱材がちゃんと入ってるかっていうところですね。断熱材の厚さとかね、はい、っていうのであったりとか、まあ、グラスウールっていうのがね、はい、綿みたいのが入ってることがあるんですけれども、それに加えてですね、断熱性能を上げるにはですね、発泡ウレタンというので隙間をなくす必要があるんですよ。そうすると隙間なくすためにこう吹き付けるタイプのね、断熱材とかね、そういうのあると断熱性能めちゃくちゃ上がってですね、壁際に立ってても冬寒くないというような、そういうようなことがあります。あとはね、屋根とかもですよね、はい、もありますし、床のね、床下断熱材どんぐらい入れてますかっていうところで、そうやって魔法瓶みたいにするとですね、はい、一回冷やしたら、はい、ずっと冷やし続けなくても外から熱が入ってきませんので、はい、冷たいまま、それから冬は暖かいままっていうことができます。ということで、やっぱ断熱性能をまず上げなきゃいけないんですね。というので、まあ、これ、この後の省エネにも絡んでくるんですけど、まず絶地っていうのは断熱性能が高い。っていうのの基準値が、この強化、外皮基準といったものになります。じゃあ、これ、まあ、基準があるんでしょうってことなんです。あります。はい。UH っていうのがあるんですね。で、UH っていうのは、簡単に言うと何かっていうと、家ありますね。家から出入りする熱の量っていうのを、家の総合の表面積、全表面積で割るんです。はい。そうすると、どういうことかっていうと、まあ、表面積当然小さい、分母小さい方が、UH 上がりますね。はい。で、面積大きくなると UH、まあ、低くなったりっていうのがあるんですけど、まあ、出入りする熱の量が、まあ、少ないっていうのが、まあ、大事なんですよ。はい。っていうことです。で、この UH っていうのは、なんか熱の出入りする、まあ、量ですよね。はい。はい、そうなんです。対面積あたりどれぐらい熱の量の出入りがあるかっていうようなものになってます。はい。で、そうすると、はい、 UH っていうのが、まあ、低い方が断熱性能高いってことなんですよ。対面積あたりの熱の出入りっていうのが少ない方がいいわけです。だから UH は絶地認定もらうにはこれ以下にしてくださいねっていうのがあります。で、これはね、エリアごとにありまして、日本ってやっぱね、北から沖縄までね、気候違います。なんで、このエリアでは、これぐらいまで断熱性能を高めてくださいね。まあ、北の方がですね、厳しいんですよ、基準は。ね。UH、ちっちゃくしてください。例えば、北海道の上の方なんかですね、っていうところは UH 0.46 っていう基準がありますけど、まあ、札幌とかだと 0.46。で、東京エリアに関しましてはですね、6地域っていうところで UH が、まあ、0.87 以下でやってくださいね、とか。まあ、寒いエリアの方が、まあ、これちょっと厳しい基準になってます。ということで、もうこの熱の出入りを表す UH、低い方が優秀っていうことで、もう規定の自分の住んでいるエリア、日本ね、8個の地域に分けられてるんですけど、その自分の住んでいる地域の UH を下回ってくださいねっていうのがあります。そうすると断熱性能高いねとみなされるわけですね。はい。というのがまず一つです。はい。で、じゃあその2、じゃん。はい。次は省エネです。基準一次エネルギーの、量というのをですね、20% 削減してくださいということになります。これどこから 20% なんですかといったところなんですけれども、この、まあ、住宅比べる基準が平成25年の省エネ住宅を基準としています。平成25年度の省エネ住宅を基準として、そこから基準一次エネルギー使用量を 20% 以上削減してくださいねっていうのが絶地です。はい、基準一次エネルギー量何かというと、はい、まあ、簡単に言うと、もう電気とかそういう光熱費だと思ってください。電気使用量だと思ってください。はい、ということになります。で、
まあ、一次エネルギーっていうのはですね、まあ、燃料とかを燃やしたもうそのまんま出る熱とかのエネルギー、だから化石燃料を輸入したての、天然ガスだったりとか石炭石油、それを燃やすっていう時に出るものがこれ一次エネルギーです。はい、まあ熱ですよね。で、二次エネルギーっていうのはそういうふうに、一次エネルギー石油石炭 LNG っていうのを加工してできたもの、だから電気とかそれらを燃やしてタービン回して電気作りますよね。これが二次エネルギーです。はい、加工してるもの、これ二次エネルギー。都市ガスなんかも、まあ、LP ガスとかねちょっと加工してますから、まあ、二次エネルギーになります。電気も二次エネルギーです。なんでまあそのちょっと損失とかあるわけですよ、だから加工するときに。なので一次エネルギー換算って言ってるわけで、まあ要は簡単に言うと電力使用量だと思ってください。を平成25年の省エネ基準よりも 20% 削減してくださいねというような、まあそんなところになります。なんで省エネもしなきゃいけないんですよね。はい、ただ平成25年の省エネ基準の住宅、おそらく断熱性能そこまで高くないですよねってなると、まあ、そこから削減するのは、まあ、断熱性能を高めると、まあ、それなりに削減するよねっていうようなところもあるんで、まあ、ここ結構リンクしてるよねと。じゃあ具体的に何するのっていうところなんですけれども、具体的にはねこれね決まってます。大体このを入れるとまず空調高効率のものにします。あれですよ、なんだっけ、ホームセンターじゃなくて家電量販店行くと全然、ありますけれども、まあ空調はね見た時に、まあ、最新モデルがやっぱいかんせん一番いいわけなんですけど、このね暑さなんですよ。暑さ、壁にこう空調つけますよね、エアコンとかで暑さが薄いやつ、これって実は熱交換器の量が少なくて効率悪いんです。で今最新のものって見ていただくと暑くてすごい出っ張ってんですよ。ここ熱交換器の量が多いんですっごい効率いいんです。もう10年前とか、この前ね私ダイキンさんのショールーム行ってきたんですけど、2014年モデルと今の最新だから約20年か比べると電力使用量をもう3分の1ぐらいになったりしてるわけですよね。だからねかなり効率いいんです。なんでまず高効率空調を入れるっていうところですね。あと省エネは LED です。 LED にしましょうというとこですね。であとね給湯、エコ給湯です。ヒートポンプを使った、まあ、高効率な給湯器、ガスじゃないんですね。ここはねエコ給湯なんですよ。ヒートポンプってね、ヒートポンプの回はね、ヒートポンプの回は別であるんでぜひ見てください。ヒートポンプってほんと優秀なんですよ。1エネルギー投入すると6ぐらい熱できるっていうね、まあそういうね、人類が作ったものですね。あと換気っていうのは多分おそらくですね、普通の、省エネ住宅、普通の賃貸マンションとかっていうのは第三種換気っていうのになってるんですよ。これ何かっていうと空気をそのまま取り込んできてそのまま出すっていう、そういうものです。よくね壁にこう弁当箱みたいな穴ついててそこポッて押すとなんかそこに換気扇こう覗くと見えると思うんですけど、あれって換気ってただ単に空気入れてそのまま空気こう部屋の中に入れるんですよ。で想像していただくと、まあ、冬なんかもじゃあ換気扇回すと窓開けたのと同じ効果ですよね。冷たい空気入ってきます。で冷たいまま家の中入りますっていうことですよね。そうすると、まあ、当然冷たい空気そのまま入るんで冷たいままになります。それが第三種換気なんですが、第一種換気っていうのはこれね熱交換器がついてる換気なんです。でこれ大きくなります。熱交換器がつくんで、なんでだいたい床下とかに埋め込むような感じになるんですけど、ゼッチとかだとまあそういうものを使ったりします。はい、で外の空気がこう入ってきますよね。で外の空気を中に入れるんですけど、中に入れるときにこっちの家の中の、じゃあ、0度の空気、例えばね、北海道とかだとね、まあ、東京だとじゃあ、ま、5度ぐらいですよ。5度ぐらいの空気こう入ってきますね。入ってきて、そのまま入れると5度の空気が入るんですが、家の中暖房して、じゃあ20度に温まってますと。で、20度とこの5度の空気を、もうこのめちゃくちゃもう細かいこのフィルターみたいので、こう通すわけですよ。ビーって。そうすると、こう、交わらないけど、この管で交わらせることで、温度がこう移るんですよね。室内温度が外気に移ってきます。そうするとですね、5度で入ってきた空気っていうのを熱交換器を通すことで、まあ、まあ、15度ぐらいにまで温めることができます。で、温まった空気を屋内に
送るっていうことです。で逆に熱交換器を通して屋内の空気出てくときにはまあ大体、まあ7、8度ぐらいまでに冷めて外に出される、熱交換を行われるんです。っていうと当然、外の新鮮な空気だけど温度は上がって入ってくるんでエアコンで、エアコン使用量減りますよね。なんでねそういうね、熱交換機能のついた第一種換気、まあ、そういったものを入れるっていうようなもの、そうすると省エネになるんですね。はい、ということです。で省エネ 20% 以上、これ 20% 以上が必要です。ゼッチの場合ね、ゼッチプラスは 25%、 今日はゼッチの話、ゼッチ 20% 以上です。じゃあ次ソノさん3つ目、はい、3つ目に関しましては再エネを導入します。まあこれね厳密に言うとですね、はい、発電設備導入ということで、まあ、再エネとは言ってないのかな、まあ、再エネですね、再エネ導入ということで、まあ、実質ご家庭だと太陽光になると思います。うち小水力ねとかなかなか聞いたことないですね。なかなかというか一気も聞いたことないんですけど、まあ、ゼッチの場合は太陽光つきますよっていうところですね。はい、再エネを導入します。これ量に関してはゼッチに関しては特に言われていません。なんで大きくてもちっちゃくてもいいんですけど、まあ、再エネを入れますと。ただね、はい、4つ目、じゃん、この 1,2,3 っていうのを取り入れて基準一次エネルギー量より 100% 削減してくださいね。これでゼッチの完成なんですよ。だから、まず、これね断熱性能を高めますよね。で省エネ 20% 以上しますよね。で再エネ導入、まあ両用を問われてませんけど、これ合わせて、基準一次エネルギー量より 100% 削減っていうことなんで、まあここ省エネが 20% しかしなかったとしたら他 80% を再エネで賄わなきゃいけないよねっていうのが分かるかと思います。逆に省エネ、まあ、もうちょっと 25% とかできたら、まあ、再エネ 75% でもいいよねって感じなんですけど、だからそれなりに賄える量を入れないと税地認定もらえないんだっていうのがね分かるかと思います。なので、まあ、大体それなりにね結構入れるんじゃないですか、 6-7kW ぐらいはね、はい、というようなところです。でこれ注意点、税地の注意点、あのこっちだけ見ちゃうと使うエネルギーイコール省エネプラス作るエネルギーだけを見てしまうと、省エネを例えばね 10% とかしないかったら 10% ぐらいしかできなかったとして、太陽光いっぱい入れて全然賄えるって言えるからいいじゃんって言うと、これゼッチになりません。ゼッチはこの3点セット、断熱性能、省エネ、再エネ、この3点セットで、省エネは 20% 以上しないといけません。基本的に省エネ住宅です。なのでこれちゃんと省エネしないとダメよっていうようなのが、まあ、これミソになってます。はい、ということでね。でこれ達成すると補助金もらえます。で補助金のもらい方っていうのはね、ぜひハウスメーカーさん、施工店さん、お家建てる時にね聞いていただきたいんですけども、先に家建てちゃダメです。あの注文住宅の場合、先に建てちゃって、あこれあ計算してもらった後で大丈夫だったじゃん、じゃあ絶地申請しようって言ってダメなんで、先に絶地申請して、で設計の段階で計算もしてもらいます。計算もしてもらって、先に絶地申請出して通って、それから施工ですからね。ええ、なんであの一緒に建てる施工店さん、発明家さんとちゃんとうち絶地申請をして絶地補助金をもらって絶地建てたいんだよねってお伝えしないとダメですからね。ちゃんとお伝えしてくださいというようなことになります。はい、ということで今日はゼッチってなーにということについてお伝えしました。私はねゼッチ住みたいんですよ、本当にね。はい、なんでねどこかにね土地を探して、本当一軒家住みたいなって思ってるんですよね。そのために頑張りたいんで、これからも、頑張ってお仕事してお金貯めてゼッチ住みたいと思います。もうなんせ光熱費が安いですからね。はい、ということでした。ということで今日は、ゼッチについてお伝えしました。今日の電気終わりにします。皆さん今日もいってらっしゃい。猫ちゃんゼッチハウスも作りますかね。はい。